皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日は女性のお客様からよく聞かれるプロテインの3つの勘違いについてお話ししていきたいと思います。セミナーだったりお電話でお客様のご相談を受けることが多いんですけれども、その中でかなりの頻度でご質問いただく内容を今回3つピックアップしたので、そちらについて詳しく解説していきたいなと思っています。1つ目が、筋肉をつけたいわけじゃなければプロテインって必要ないですよね。そして2つ目が、プロテインって飲んだら太るんでしょ。3つ目が、プロテインを飲んだら痩せるんですよねっていうようなご質問をいただきますので、その3つについて詳しくお話ししていきたいなと思います。まず1つ目の、筋肉をつけたいわけじゃないからプロテインって必要ないですよねっていうようなご相談。まだまだプロテインを飲むと筋肉がつくっていう風に思ってらっしゃる方が多いと感じています。プロテインはタンパク質を英語で言い換えたものですので、タンパク質を摂るだけで筋肉はつきません。プロテインを飲んだ上で運動だったりトレーニングを重ねて、かなり時間をかけてこう筋肉がついていくっていうようなイメージになります。プロテインは筋肉の材料になるっていうだけの成分なので、筋肉増強剤みたいなものでは決してないので、プロテインを飲んだら筋肉がついてしまうから女性には必要ないっていうのは間違った考えかなというふうに思っています。むしろ女性の方だったりダイエット中の方は、筋肉量を維持したまま体重を落としていったりだとか、下半身の筋肉量がしっかりあるっていうことがむくみの改善になったりだとか、日頃の運動と組み合わせてプロテインを摂っていただくことはむしろおすすめしたいサプリメントの一つになります。二つ目、プロテインって飲んだら太るんですよねっていうようなご相談もかなりたくさんいただきます。ちょっと辛口になってしまうんですけれども、まず第一に、そのままの食事量でプロテインをプラスした後考えると、プロテイン自体にもカロリーのあるものなので、その分カロリーが上乗せになるわけなので、もちろん摂取エネルギーが増えるというところで太るっていうのは考えられるかなというふうに思っています。なのでプロテインを飲むのであれば、まず基本の食事を見直していただくことと、運動と組み合わせるっていうことがまず基本になってくるかなと思っています。それ以外に、小腹が空いたからっておやつ食べてないかなとか、甘いカフェオレ飲んでないかなとか、そういうところからまず見直していただくっていうところがまず先に来る段階かなと思っていますので、プロテインを飲んだら太るんでしょっていうようなイメージで敬遠してしまうっていうのはちょっともったいないなと思いますので、イメージを変えていただけたらなというふうに思います。で、3つ目なんですけれども、プロテインを飲んだら痩せるんですよねというようなお話もいただくことが多いです。結論から言うと、プロテインを飲んでも痩せません。先ほども申し上げた通りで、プロテイン自体にもカロリーもありますし、ダイエットに有効な成分が入っているわけでもありません。プロテインはタンパク質をパウダーにしたサプリメントですので、栄養素の面で言ったらお肉やお魚、卵を食べているのと同じ状態になります。ダイエットの面においては、タンパク質をしっかり摂取していただくっていうことは非常に重要で、それは何でなのかというと、タンパク質を摂って運動と組み合わせることで筋肉量の維持だったり筋肉量の増加にアプローチすることができます。筋肉量が増えるというとあまりいいイメージがないかもしれないんですけれども、筋肉量が増えるということは基礎代謝量が上がるということになりますので、運動する時の消費エネルギーもそうですし、日頃の生活で消費するエネルギーが増えていきますので、ダイエットの面においては筋肉量を維持するということは非常に重要になってきます。なのでプロテインを飲むということがこう痩せるということに直接つながることはないんですけれども、ダイエットをしている方でしたら、タンパク質の摂取としてプロテインをうまく取り入れていただくことは有効じゃないかなというふうに考えています。あとですね、プロテインを食事の代わりに置き換えて、食事をプロテインだけで済ませてしまうようなダイエット方法をされている方もいらっしゃるかなと思いますが、ダイエットにおいてもですし、健康の面でももちろんなんですけれども、1日3食の食事が基本になりますので、サプリメントだけに頼るのではなくて、まずは食事内容を見直すところから始めていただいて、ダイエット中にプロテインを栄養の補助として使っていただくのであれば、小腹が空いてしまうようなタイミング、食事と食事の間とか、おやつ代わりにプロテインを飲んでいただくことで摂取カロリーが抑えられますので、そういった使い方もおすすめです。本日は
女性のお客様からよく聞かれるプロテインに関する3つの勘違いについて解説いたしました。プロテインを今まで敬遠されてた方ですとか、プロテインってムキムキの方が飲むようなイメージがあったなっていう方が、少しでもイメージが変わって飲んでみようかなっていう気持ちになってもらえたら私は嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。